はこの太郎坊の訪問になります。この訪問の前に駐車場がある。こんな感じです。6台止められる感じでかと思います。駐車場の奥が入り口になってます。最初は少しバリエーションになります。では出発します。こちらがですね、雪がついたスキーとかソリとか少しできる斜面になってます。このまま左に抜けていきます。こんな感じで最初樹林帯の中行きます。20分ぐらい歩くと開けて樹林帯が終わります。隠れてますが富士山が見えてます。右側が新御殿場口の駐車場です。少し上り上げたところに御殿場口の駐車場になります。富士山の二つ塚になります。こちらですね、今ちょっとまだ見えないです。富士山もまだ見えないです。再び登り始めます。こちらの分岐は左に行ってます。もう少しで大石茶屋に着きます。双子山、上塚、下塚ですね、両方見えてますね。だいぶ下塚の方も近くなってきました。下塚の裾野のところですね、縁まで来ました。下塚と上塚の間の谷を進んでいきます。
ちも出てきてます。あともう少しで下塚と上塚の間の谷のところですね、峠のところに出ます。そこは左に曲がって折り返して、まずは下塚の山頂に行きます。山頂まで近づいてきてます。
情報はですね、こちらの方に降りていきます。